今日もね、証券会社から手紙が、4つ来てます。ではね、まず紹介したいのが西松建設ですね。これちょっと見ていきましょう。はい、で西松建設ね、定期株主総会ですね。ここね、買った時ね、すぐに上がったんですよ。で、その後大暴落。それは、決算予想が大きく下回っちゃって、配当も下がっちゃったですね。で、最後、年度末、期末にね、この先月5月か、総会前に決算発表があったんですけど、またその途中からね、下げてきたということで、2段階暴落しましたね。はい。ね、ちょっとね、きついっすね。西松建設ね。はい。じゃあ、見ていきましょう。中身ね。はい。はい。ね。もうね、1号議案から3号議案まであります。議決権行使ね。これもしっかりとね、議決権行使していきます。はい。で、続いて、なんだこれ。ね、株主総会、電子提供、まあ、これいいですね。はい。郵送する場合。あと、スマート、おー、まあ、スマートフォンを使って、アンケートに回答すると、クオカードをもらえるということですね。抽選ですけど。まあ、なかなか当たんないけどね。で、次に、総会資料、西松建設さんね。で、余剰金処分の件、取締役、4名選任、監査役2名選任ということですね。はい。まあ、役員は少ないんですね。で、株主総会は、虎ノ門ヒルズで行うということですね。はい。まあ、多分平日だろうな、株主総会は。いつだろう。日付がちょっと今わかんないですね。書いてないな。場所だけは、書いてある。虎ノ門ヒルズの、1階の中あるんですね。7階であるのか。会場7階ということですね。で、1階で受付して7階に行くということで、6月28日水曜日。会社休まないといけないな。本当ね、話聞きたいですよね。はい、高瀬さん、社長ね。はい。で、中期経営計画2025策定したということですね。2025、2年間でどうなんでしょうね。はい。で、建築業と国際事業、土木の収益改善に注力いたしますと書いてあるね。ちょっとね、どうなんだろうね。で、招集通知ですね。これ飛ばします。で、余剰金処分ね。81円。1株につき。ということで、100株なので、8100円。で、中期配当金として1株につき140円お支払いしておりますので、ということですね。だから、減っちゃったんだね。本当に。ね。本当にね、どうなのかなということですね。はい。上期はもうね、受け取れないですよね。はい、下期だけなので、だから、8100円。ああ、これはちょっとね、上期140円出してるのにね、それで下方修正でしょ？これはみんなね、立ち去ってきますよ。はい。ね、で、では、役員、ほとんど再任です。これはもう交代した方がいいですよね。役員はね。残念ながら、こんな感じでやってるんであれば。はい。で、見ていきましょう。生え抜きなんですね。はい。80年に入社して、執行役員になるまでには約30年。やっぱり、どこの会社もね、みんな30年間ですね。30年間会社に勤めていかないと、役員になれないということです。で、社長になったのは、2018年からなので、8年や、役員を務めて8年で社長になったということですね。持ち株はどのぐらい持ってんだろうね。所有数1万1500株。まあ社長だからね。当然。はい。じゃあ次の方。はい。こちらの方も1984年入社してます。はい。で、役員になるまで、ですね。はい。役員になるまでは、
16年と36年、32年で役員ですね。やっぱり30年以上ね、しないと役員になれないけれども、はい、次の方は持ち株が9540株。ね、もっとね、こう、買ってもらいたいですよね、役員さんにはね。はい。次に、河野さん。次は持ち株数多いですよ、2万6000株。社長より多いのかな？社長いくつだったっけな。この辺気になりますよね。社長が、1万1000ですから、およそ倍持ってるんですよ、こちらの方ね。で、80年に入社。社長と同期なんですね。で、役員になるというよりかは、監査室になったんですね。執行役員は12年だから、32年で役員。ああ、まあみんな同じなんですね。はい。で、次から、銀行から来た人。富士銀行から来てる人ですね。それでも株は7700持ってると。はい。次に浜田さん。5000株。はい。こちらの方も、生え抜き。こちらの方は生え抜き。だから、ほとんど生え抜きなんですね。だから、こういうね、常識がないことが起きる。下方修正して減配するということですね。それで危機感はないですね。最後の方は大阪ガスから来てるね。で、こういうふうなことじゃ、ここはね、ほんとね、どうなんでしょうね。はい。社外取締役、女性。関西ですね。で、次の方も、新任で、日本 NTT から来てますね。はい。ということで、ここはね、申し訳ないけど、否決します。はい。取締役は、第2号議案は否決します。1号議案も、本当ね、もう、これ否決したらなかなか振り込まれないんであれですけどね。はい。1号、2号は否決していきたいと思ってます。では、西松建設の株主総会でした。以上です。